こういう、そう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 、そっからだね。結構大変だぞ。ここでかけて、でこっちもはここしかできないじゃない、だからこういうのとこういうのでかけて、こっちはこういうのとこういうのでかけて木枠を作る、こっちはこの辺でいいかな。次どこの部分切ります？そっちはみ出させないと、全然、ここがいいですか？しゅきゅうちゃん、まずこれとこれだけは別に組んじゃっていいでしょう。そうですね、だいぶ曲がってる気がしますけど、まあだいぶ曲がったぞ。まあでも大丈夫、まあ、別にいいんだ、止めるあれだから、そうだね。この位置だ。ちょっと待って、これどうする？どうする？あーちゃん。つけちゃっていいですか？いいよ。はい、オッケー。おー。もっと止まんないんだ。ここにこのネジのちょっと一段上がっちゃってるから。一旦これで止めよう。これでこのまま置いちゃって、そっち側置いちゃって、あーちゃんビス入れて、なんで私の親指からやるんだ、こっちからやれ。特にやりすぎないもんね。もうちょっと入れていいよ。見てた、あ、そう、あ、いいね、とりあえず、ね、これ止めようか、下で。はい、これ2つに割る。どうやってやるの？もうついてる。ちょっと怖いな。この状態で使うのは怖いな。半分に切ってこれ使えるよね。すんげえ便利だね。おお、すごい。いいね。そうだな、最初にでもこっち作っといてベニヤつけた方が楽ではあると思うんですけど。だよね、じゃあ上から、逆から止めよう。これぐらいあれば下から回せるよね。もうちょいでも上げとくから、これぐらいあれば。ここくらいです、うん、OK。だいたい3、4枚いけるかどうか。4枚だとちょっとはみ出るかもしれない。3枚、あ、3枚でいこうか。じゃあ一旦3枚を切ってみて、それでどれぐらいの強度か見よう。だからこれの上にベニヤやっちゃうと刃がどんどん短くなっちゃうから、不便になりますからね。これはもう外出すってこと。95だね、縦が95、90ないや。あ、こっちは92だから、 こっちは横は切んなくていいってこと。これもうこれ半分で考えた方がいいかもね、楽。91.5 くらいですか。まずこれからね。大きめにしとかないと、これ鍵をやって最低に曲がっちゃうと、4枚でどのくらいになるかですけど、3枚だとまだベロベロです。じゃあ6枚のためにもう1枚持ってくる。どうしますか？これで4枚なんだ。そう、これで切ってこれを重ねる。ああ、そういうことか。うわー、でかい。
米もしついてる、やだやだ、真ん中しかもセンターじゃん、なんか出てる、やば、まあでも大体で、ね、これ2枚重ねで4畳で止めて一気に切ろう。よし、このガイドに沿ってね。ちょっと一回広瀬さん上げてもらっていい？あとはなんかそのこっち側とかも止めちゃえば、ちょっと色でいいか、まあいいや、 26.78、 8、うん、33、33、うん、26.8 と33、はい、高さがこれだとして十分だね、何やるにも十分、ここ基準でいい、 そこ基準にしましょう、うん、怪しいね。13.3? 13.3 です。うん、まあずれはしないよね、しっかり押さえてれば。よし、まあ一旦これでちょっと、何これ、これどうすんの、あ、じゃあここもう一回切り直して、ここ怖い、早その勢いでここ削れるか、あ、これね、あ、やり方間違ってるでしょ、こっちからこっちからちょっとあれだな、入ってくれ、強引に入りそうじゃない。おー、はい、2枚目、はい、2枚目いきます、はい、はい、あー、ダメか、ここまただ、これはダメだ、いや、行くでしょ、本当、どうする、ほら、あ、クリア、あ、クリア、ぴったりじゃん、あー、やっぱりここが入んない、どっか出ちゃってるな、おー、なんかこっちだけ出てますね、そっち、ほら斜めにこれがそもそもついてるから、あ、中に1枚かます、こっち側にも入ります、ちょっと回ってるけどな、まあベニヤがこうか、これで止めればなんとか形は、あー、ごめん、もっと綺麗に開けりゃよかった、ちゃんと大ゆひし形に、おー、楽しい、オッケー、デザイン残す、頑丈に作るにはここに2枚かませて1本こう入れたい、
こういう状態ね。んすごい、それっぽい。そっち大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫なんだけど。そうするとあれか、そう、ここの強度が弱くなるよ。確かに気持ち内側入れるぐらいで考えていい？わかりました。 2-3mm こんなもんかな。あれ、足に貼る針はまた足つけてからの様子で考えるか。わかりました。いや、一旦ここへとか。あ、じゃあこれぐらい内側入れていいからね、少し、うん、そっちどう？あちゃん、そこ離さないでね。そっち合ってます。位置合ってるよ。それでしょ。うん、これとこれ。でもこのレールのもったいないよな。それか、これは？それもレール。ダメなんだ。あれ、もう一個レールじゃない？レールじゃなさそうですね。ああ、これと入れ替えるか。レールのやつはそっちで使ってればいいからね。こっち構造だ。まっすぐ立たない。刺さってる。あ、刺さってますよ。ほんと指やめてよ。何箇所？2箇所。はい、行くよ。うん。指やめて。結構怖いぞ。大丈夫、大丈夫。見えてない、見えてない。オッケーオッケー。今の見たら今清水さん見えてなかったかもしれないですけど、結構ギリギリガーッ指かすめた感じだったよ。見なきゃ怖くない。見えないから避けらんないしな。あーちゃん気をつけてよ。それ、キョウちゃんの指変わる？怖え。大丈夫大丈夫大丈夫だよ。あちゃん帰ろうか。切ってから止めますか。ちょっと一回押さえてみて。もうちょっとこっちでやるのでしょ。あ、でもこれなら結構まっすぐになるんじゃないですか。あ、だいぶまっすぐだ。これで止めちゃおう。おい。このいつの手怖いな。オッケー。オッケー。オッケー。だいぶまっすぐにはなったんじゃないですかね。
食われてるところを落としよう。どこ？ああ、そこか。まあ、こっちの方がいい。And I wonder how you're always right. までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。